ように日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、うん、おもれき569回です。569、569、はい、はい、ですね。あのみなずきさん、なんや、スマホで、スマホ、あ、うん、携帯電話で、はい、ニュースとかチェックします？まあまあまあ見ますけど。で、どういうこと？あのさ、ああいうネットの検索サイトとかでニュースとかって上がってくるじゃないですか、はいはいはい、あれでさ、ほう、なんかこの形何に見える、あなたがどんな性格か分かる心理テスト、よくありますね。この小学校の問題、今の大人のあなた解けるかな、うん、この漢字が読めたらなんとかでしょ、うんうん、とあとなんだ、その算数テストでしょ、漢字テストでしょ、うん、あとここのこの四角に入るこの法則から考えると次に入る言葉は何かなっていう、なんか、ああ、これを知ってたら本当の京都市民とかでしょ。そうそうそう鬱陶しくない？鬱陶しいんかい。鬱陶しいのに見ちゃうじゃん。ついやっちゃうじゃなくて、やっちゃうじゃんマッチ棒クイズとかさ、ああ動かしてやつ、で10秒ぐらいで解けるとさ、うん、簡単じゃんって思うし、解けないとこんなもん、うん、こんなもんあげるんじゃないよって思ってこうイラッてするし、あれニュースじゃないじゃんなんでこんなんあげるんだろうって思って、ね、読み飛ばせる。でも見ちゃうじゃん、うん、だからもう本当にあれタッチしちゃうから、だからこういうニュースお好きなんでしょってまた上げてくるでしょ。そうそうそう、で一回やっちゃうからまた、そうそうだよ、もうイラってすんので、見ちゃう自分にもイラってするしアップされてる画面見るとイラってするし、でそういうのをタッチすると、うん、広告が下から上から横からなんか湧いてくるじゃん、やってくる、ね、ニョキニョキって出たり、うん、でこの間なんかのクイズのをタッチしちゃって見ちゃったら、うん、画面のこのスマホの画面の4分の3ぐらいの広告が出て、うん、でペケがないのよ。ないよね、消せないし問題読めないし、これ記事書いてる人もしめしめって思えないじゃん。何やってんのって思って、あの広告のニョキニョキ湧いてくるの、ね、なんとかなんないのかな。腹立つよな。バツがなんかこの端っこの横っちょの方のところでさ、でそれを押したら後ろのリンクが押せてこうなんか違う画面が飛ぶとかさ、それかその見たくない広告タッチしたりさ、あんなのさ、ペケもさ、右だったり左だったり上だったり下だったりさ、違うじゃん。そうそうそう、中に入ってるやつとかさ、分かんにくい。でこれペケだと思ったら広告にジャンプするしさ、うん、でペケ押して消えたら10秒後また湧いてくるとかさ、これみんなどうしてんだろう。まああれはそういう商売なんでしょうな。いや商売は分かる、みんなイライラしてないのかな。いやするでしょう、なんかできんのかな設定で。でさ、あのなんか広告もさ、同じ広告出てくるじゃん。こうずっとスクロールしてるとさ、うん、今ねケリーさんのスマホ出てくるのなんか靴買えっていうのと、靴買え、あとなんか中国の通販サイトみたいなのがなんか格安でっていうので、ね、つってあーって思うけど、ちょっとやばそうだからタッチしないようにしてるけど、でニュースとかでもなんかこの先を読む場合は何か短い動画を見てくださいとかさ、あるね、この某うちの地元の新聞社のサイトで、はあはあ、まだちょっと地元の、ね、密着したネタとかちょいちょい面白いなと思うんだけど、下半分ぐらいが白くもわーってなってて、こっからはアドレスでなんとか登録してくださいとかさ、そうあるね、何やねん。じゃあ出すなって思うよね。もうじゃあ呼ばねえよって。でもあのほら新聞社とか、うん、テレビ局とかのサイトでもニュースあるじゃないですか。うんすね、でもちょっとしか載ってないじゃん。そうそうそう、あのヤフーとかそういうとこってさ、いっぱいしょうもないのも含めていっぱいニュース出てるけど、うん、本当のニュースって少ないから、うん、だからそういう新聞のとか見ると新しいニュースじゃないから面白くない。でもね、最近ね、そうでも鬱陶しいなと思っても、あのついもうすごくチェックしちゃうのが、う
ケリーサンシティの街の情報のニュースね。おう、ケリーサンシティの駅前にあったあそこのお店が潰れてましたとか、 あそこのビルがあのなくなって今度何かできるようですとか、イオンモールのあそこが閉店してたけど今度あれが入ります、あれはいいね、うん、もう家とか友達とあそこ何できるんだって、そう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 、今度リンゴ飴屋さんができるんだってとかって、もう あれはいいと思う、うん、あれはいい、会いたいもん今そのうちケリーサンシティ担当の作家さん、うん、なんか奥さんが、ああ、子育て奮闘中ママが記者やってて、ライターみたいなことやったのに、うんうん、もうすごい進行してるから、へ、うん、会ってみたサインしてほしい、見て新しいニュース出せたよ、情報を集めてきゃ、うん、あれはいいね、うん、まあまあまあそうですね、うん、ある、水月タウンもそういうネットニュースある？ ありますよ、だからそのね、新規開店とかね、潰れちゃったとか、そう本当忘れてた店とか、あそこなくなったんだやっぱりなとか、いや結構なんか最近あの繁華街の百貨店の裏に結構古いおうどん屋さんがあって、うん、結構深夜までやってたから、うん、まあ、2、3軒飲んだ後にちょっとうどん食ってとか、うん、ね、ラーメン締めとちょっとビール一杯となんかおでんとか食ってよく行ってたんですよ、うん、だそれがなんかそれこそネット記事 で2日前ぐらいになんか急になんか閉店になったらしくて、とか思ってマジかよと思って、それをネットニュースで知れる時代なんだよ、ね、SNS じゃなく、ね、ネットニュースで知れるのはこれはいいビジネスやってるなって思うけど、うん、広告は、まあ、あれはね、ちょいやね、うん、ちょっと出し、ねえ、かえって嫌になるよっていう、うん、なんかその程よい出し方って分かりませんみたいな、そう、あの、ね、出るのは仕方ないと思うけど、その情報の有益性と広告っていうののバランスをね、うん、あ、まあ、これぐらいの広告やったら見てもええから、その代わり続き見してやみたいな感じ、うん、あのね、湧いてくるのやめてほしい、バッ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 とかが出てきたらね、もうええわってなるよね、だからあのゲームとかもついつい面白そうだって、うん、からって言ってやるけど、じゃ あの次のステージに行くにはこの広告を30秒見ないととか、あれもすぐ削除しちゃう ね、 そ, うね、うん、それ以上すまんと思うよね、もういいってで、音の消し方分かんなかったりさ、分かんないね、するんで突然なんか動画が始まったりとかさ、うん、で本当にいいなって思ったのはその広告出せないようにする課金もするんだけど、99% ないんで、まあないよね、目にかかったアプリってないし、うん、なんでしょう、みんなどうしてんのかなって、なんかそういうあれがあるのかしら、設定をしたら出なくなるのかしら、そのリスナーの皆さんはどうしてますか、スマホ あのネットニュースってそんなくだらないものは見ませんよ皆さん、あ、そうなのかな、はい、いやネタ探しのためにはね、いろいろ情報はチェックしないと思う、だってよく YouTube とかもイライラするのにさ、なんか気づいたら3時間ぐらい経ってるからさ、あYouTube とかもったまってちちち早く30秒経って早く30秒、今1分とか長いじゃん、ね、広告で、 あれでもさ見ようと思わないじゃん、うん、広告あの YouTube とか見てても、うん、あ、何の広告、え、こんなのあるんだ、へ、もうちょっと見たいな知りたいなって思う広告って出会ったことある？ない、ないよね、早く終われ早く終われじゃん、ネットではね、うん、早く終われじゃん、もういいよ、あれ僕たちおじさんにはさ保険の広告とかいっぱい来るけどあれヤングはね保険の広告出ないんだって、あ、そうだね、うん、まあ、そりゃそうでしょうな、あいつは分かってるからな、考えてんだけどにしても別にもういいよって、どんだけ可愛い人が素敵な人が出てても早く終われって、うん、次の動画のあの続き見たいんだっていう、ね、動画の途中とかにあるでしょ、そう、これ逆にもう絶対こんな保険入ってやるかと思うよね、うん、もういよいよっていうとこに何とか保険とか出たら絶対入らへんし、だ、ね、5秒やったらまだ我慢してあげる、うん、でもあれもどういう基準なの、30秒とか1分とか、ね、なんかあるんでしょうね、うん、もうさ、まあそんなんだったら広告出ないプランに入れよっていう話なんでしょうけど、まあ、そうなんですけどね、うん、まあ、わずか月に何百円払えばまあ、うん、
全然ないんでしょうけどね。そういうことだよね。みんな YouTube とか有料で入ってるのかな。どうなんでしょうね、うん、まあ、入った方がいいという説もありますけどね。そのイライラをわずか月200-300円で。でもみんなどうしてるかまた教えてください。はい、まあ、ちょっと気にしないようにしつつ気になる鬱陶、まあ、しい広告で、こうやって言われると商売や広告出してる人たちもなんか思わないのかな、ね、それでも売り上げがあるから広告って出すの、まあまあまあ、目に触れればね。まあ、確かにそれで擦り込みは入るからね。その瞬間は嫌だなと思っても、そう、じゃあ保険いざ探そうっていう時にはこれ見たことあるっていうのが、あ、そうだ、内田有紀出てた、あれ、あ、こうやってたあれやっていうんで、まあ、そうやってバカが釣られるんでしょう。そういうことか。なるほど。はい、なんか、まあ、そうね、こういう出し方はやめてとか言わへんのかな、広告主の方が ね、ああいう横からはみ出すとか絶対やめてくださいとか、 うちの企業イメージに関わりますとか、あのニョキニョキ出てくるのはね、ほんとね、ペケを吸ったらへっこんでまた出てくるの、うん、あれね、みんな嫌じゃない。嫌でしょうね。、まあ、あ、でも番組おもりきで広告出したいなって方は常時募集しております。そうです、もう我々の多分うちのリスナーさんは広告大好きだと思うので、広告大好き。我々のこの美声で広告を、はい、そうか、今みたいなアンチ広告みたいなこと言ったらスポンサーつかなくなっちゃうのか。聞かなかったことにしてくださいという冗談はさておき、さて、日本語の発音の歴史を語っております。4回目ですね。はい、最終回。最終回です。はい、参考にいたしますのは、日本語の発音はどう変わってきたか。うん、釘抜き徹さんがお書きになりました、中高新書から出ている本を中高新書参考にさせていただきました。はい、前回まではね、うん、奈良時代、平安時代、の時代、あと鎌倉時代もちょっと入っていたのかな、うん、漢字の影響にもよる発音の変化という話とかも、まあまあまあ古代中世という感じですね、前回しましたが、うん、今回は室町時代以降の話をしてまいります。室町、はい、うん、で、あ、もうね、大半をやっちゃったんで今回はそんなに長くないんですけれども、はい、はい、室町時代ですね、うん、ハヒフヘホ。ハヒフヘホ。これね、室町時代はまだね、ファフィフフェホ。ファフィフヘホ。ファフィフフェホ。FA ですね。F 音で話されていました。うん、で、これはなんでわかるかというと、はい、室町時代など、ポルトガル人がね、うん、日本にやってきます。はい、そうするとね、日本辞書。日本辞書。日本語とポルトガル語のっていうね。うん、日本辞書っていうのができまして、ここでね、ハ行音、ハヒフヘホの音は F 音、ファフィフフェフォで表記されています、うん、では水月さん問題です。はい、お母さん母には二度会うけれども、父には一度も会わない、これなんだ。もう答えが見せるんですけど、資料が書いてあるんですけども、なんだ、母には日本に2回会うんだけども、2度会いたれとか、うんうん、父には一度も会わず、うん、な、これなんだ、なんだ、これはですね、ごならいん御仙謎という、1516年に書かれた謎謎集です。小奈良天皇が集めたってこと、はい、これね、一回ね、やりたいと思ってたんだ、この昔の室町時代の謎謎ってやりたいなって思いつつ、で、これね、答えね、お母さんには 母には2回会うけど、うん、父には一度も会わない、これなんだって答えはね、唇なんです。うん、で、当時ね、うん、室町時代当時、うん、母、お母ちゃんのことね、うん、母のこと、ファファって言ってあった。ファファ。ファファ、うん、ね。
で、お父さんのこと、父ですね、これ、TT って言ってたそうです。なので、パーファーは、唇をこう当てて、パー、パーって、パーファー。って言います。で、父は、ハハだと、ハハだと唇合わないですね。パーファー、パーファーやったら、パクパクってなるけどってことか。そう。ハハやったら、口開いたままか。父も唇当たらないですね。うん、こっから、うん、こっからもハヒフヘホはまだハヒフヘホって言ってなくて、ファヒフヘホ。ああ、なるほどね。ということがわかります。なので室町時代の終わり頃に出てきた戦国大名といえば羽柴秀吉。無理やりですけれども、うん、羽柴秀吉ですね。これ室町時代語で言うとファシバフィデヨシになります。ファシバフィデヨシ。にニファナガナガフィデになりますね。ナガフィデやな。前から登場してる。ニファナガナガはい。藤原の不人さんは。藤原の不人。藤原の不人。藤原の不人。藤原の不やろ。ふはふでいいです。ふフィート。藤原のふフィート。ふフィート。ふひじゃなくて、ふフィートだそうですね。ふフィートか。はい。というふうにね、言うそうです。で、あとね、室町時代ね、またファヒフヘホでしたが、ザジズゼゾと、はあ、ダジズデロ。のね、字と字、作業と他行の点々ねと、図と図、うん、この4つの仮名がですね、合体していきます、この音が、うん、で鎌倉時代より前は、うん、ザジとダジ、ね、これ音を分けててザジとダディ、ダディって言ってたね、ジとディ、うん、で、ずザジズとダディドゥっていう風に区別していたそうです。うん、例えば藤の花。藤。はい。フディって言ってました。藤原の藤はフディ。フディ。うん、で富士山は富士。富士。フディと富士、うん、ね。あと船を漕ぐオールみたいなやつ。かじね、オールじゃない、こうあの方向決めるやつでしょ、あの後ろでギコギコするやつね、あの真宙ちゃん乗ってた船もギコギコ乗ってきますけど、あれはカディ、カディで、おい家のことをやる、はい、家事手伝い、家事手伝いは、これはカジ、カジ、ジ、はい、でゴミのゴミくず、星くず、クドゥ、クドゥ、はい、で植物の、植物のクズはクズ、クズっていうふうに使い分けていました。はい。で、これがどっちも、字とずという音として合流、室町時代に、合流してきまして、もう使い分けしなくなっちゃった。なんで今どっちも一緒なんだけども、音では使わん、もう区別ないんだけど、文字の時はひらがなでね表記する場合に、こう図数に点々か図に点々かってもんだよな、そうそうそう、だと C に点々と C に点々、あんまり C に点々って鼻字とかさ、鼻字ってどっちやねんってなるね、とか、そう、それぐらいだけど、数と図は、数と通の点々は、なんか使い分けるね。使い分けるけど、ね、結構だから名前がね、書くときとかが結構大変だよね。ね、この辺がね、あります。で、そもそも、室町時代に、ちとつ、たちつのちとつのね、発音もね、変化が起こってたそうです。うん、で、ちね、ち、うん、は昔はティだったの。ち。たて。ち。うん。で、つは、
トゥ、タティトゥテトだったの。タティトゥテトだったのが、室町の頃にタチツっていう風に、変わります。トゥからツ、うん、なんで、あのローマ字、ヘボン式ローマ字はさ、チのこと CHI、うん、ツのことを TSU って書きますが、うん、これ発音に近い表記になっていますね、うん、この辺が使い方がね、うん、ありますけどね。で、この室町時代の前ぐらいに、し、さしすのしは、せいからしに変わる、うん、変わっているそうです。うん、で、この、まあ、こうやって、てと、とが、ちとつとかって変わっていくに従って、うん、その、しとつ、ちの点々の区別、うん、すとつの点々の区別っていうのも曖昧になっていくそうです。うん、で、完璧になくなったかというと、ダジズデドに関しては、うん、微音、微濁音っていうの、うん、微音っていうのが、残ってるもんで、完全にね、合流したかっていうと、もうちょっとその、先の時代で、元禄時代、の17世紀の終わりぐらいには完璧に合流したみたい。だけどちょっと名残があって、ズーズーペンみたいな言い方、んぜ、んぜみたいな感じで名残は残ってるみたいね。ズ、ズ、うん。ですけども、標準語的にはもう江戸中期には合流しちゃったみたいですね。はい。で、続いて、おだんの長音の変化、うん、おーって伸ばすやつですね。これが、変わってきます。で、ウォンビンによる母音の連続が、オレツの長音のおーに変化します。なんだって あう、えう、おう、っていう発音ね。うん、これがね、おーっていう風に、ちょっと変わってくみたいです、うん。変わったり変わんなかったりってするんです。で、例えば、書くっていう発音があります。うん、ね。これが、書くが、略されて、買うに変化して、こうに変化します、うん。だそうですね。書くって字を書くじゃないな。ほら。私は書くありたい。梵天丸も書くありたいが、書うありたいになって、こうありたいに変わる。そう言われればわかりました。うん、で、候。今私たちそうなんとか候って言いますが、うん、これ昔はサフラウ、サフラウ、サフラウで当時風にサフラウがサウラウに変化しました。これがウォンビンね、うん、平安時代にこう変わって、それがさらに室町時代になるとソウロウに変化する、ソウロウになる。京都の京、うん、これも気合う、気合う、気合う、なるほど、ね、だったのが、うん、京に変化します、うん。性格とか相性がいいの立身弁に生きるですね、うん、これしゃう、しゃうなんですが、これも、しょうに変化しました、うん。で、これああうっていう、だ例えば書くありたいの書くが買うに変わるでしょ、うん、じゃあ KAU になるでしょ、うん、これが O に変わっちゃうわけよね、うん、っていうので、今度 O、EU、EU、うん、ね、これもちょっと発音の変化が変わります。例えば法律の法、ほう、これはもともと法府、法府、法府って言ってたのを今法って言いますよね。法府が法に変わりました。法府が法、うん。
今日、昨日、今日、明日の今日、うん、これ昔ケフって書くよね。ケフ、うん、ケフがケウに変わるの、うん、で、これが今日に変わるの、うんうん、室町時代には今日に変わります。だからあれだね、イロハウタじゃあのケフ超えてって書くよね。ケフ超えてと言いますな、うんうん、蝶々のテフ、テフ、テフなんですけど、これがウオンビになってテウになる、うん、テウがのあのテウだから TEU の EU が変化して蝶に変わっちゃう、うん、だから今蝶々っていう蝶、うん、衣干すテフとかって言ってたけど、うん、これが今は衣干す蝶に変化しちゃう。酔っ払う、うん、ね、ウェフって言う昔はね言ってたのね。ウェフがウェウになって酔うに変わる。だから酔っ払ってるはエフって言ったんだね昔はね。ウェフってよウェフってなったの。はい。うん。ってなったそうです。でさらに18世紀になるとこのハヒフヘホが、うん、ファフィフヘホって言ってたのがもうハヒフヘホになりました。になって、うん、ってなりました。うん、なので藤原のフフィストさんって今言ってますけど、うん、こうやって呼ぶようになったのは江戸時代中頃、うん、後半ぐらいに藤原フフィストになったのね。うん、なんで昔奈良時代の時の藤原のフフィストはプジパラのプピトって言ってて、平安時代になると、どこだったかな、フディワラのフフィトって言ってて、室町時代にはフジワラのフフィト、うん、で18世紀江戸時代の中頃にはフジワラのフフィト、うん、っていう風に、変わりました。はい、今のこの発音はだいたい江戸時代ぐらいからだから200年ぐらい200〜300年。なるほどね。でそこにほら言葉遣いとかが混じってくるからまたちょっと聞こえ方が違ったりってするのあると思うんですけどね。じゃあまあ江戸時代の人はまあまあなんとなくは喋れるのか。多分聞き取れるんでしょうね。なんとなくまあお互い、うん、っていう感じだよね。でも1300年前とか行くと奈良時代の人だとちょっとかなり難しい。ちょっと慣れるまでかかるかバカみたいな喋り方してるとっていう私たちは思っちゃうのかもしれないですね。であと戦後にですね和い上をの和行の糸絵が廃止されちゃったので、うん、今は使わない ね、 ないね。名前とかでちょっと、ね、お店のね屋号とかでまあたまにありますね、うん、見るぐらい。戦前の方、うん、生まれの方がお名前で ね、 ねおじいちゃんでたまにありますね。見かけるぐらいで、うん、まあ使わないねっていう感じで、うん、ね、あのはい、こうやってねちょっとずっと見てて、これでもあのだいぶ難しいのを端折ってまとめてみたんですが、はあ、ああなるほどなって思うのがあればそうですね、うん、何を私は伝えたいんだろうって思いながらまとめたのとありましたが、うん、まあ何か参考になればいいかなと。まあ要するにその中国のもともとの漢字の発音をこうどう日本ナイズしていったかっていう話だよね。あ、うん、そうだね。だからやっぱそうだよね、中国からいっぱい言葉が入ってきたから、入ってきたことによってそれをどううまく日本ね、そうだね、もともと原始の日本語と融合させていってね、漢字をどう消化してその言葉をどう消化してというして、ね、ことですな。で、うん、今は多分こう英語系だよね。まあまあそうやな、今外来語ですよね、うん、横文字をねって、うん、そう思うと日本人って器用だね。
なんだかんだ言いながらね、まあ、言葉は確かにそうかもしらんね、うん、だって外国からね日本に働きに来てる方とかのお話聞くと、あの袋いりますか、いいですって言うと困るらしいよ。ああ、良いって意味か、うん、結構ですって意味かね、うん、そう、結構ですがまたややこしいね。そう、だからその曖昧な言葉表現を僕たち聞き分けることもできるし、まあ、この文字もちゃんと発音読み分けることができるじゃん、ね、賢いんだね日本人。アルファベットなんか20か30覚えれば、まだ基本何でも書き表してるわけやね。日本語なんてひらがなだけでも50いくつあって、そこに漢字があって、その漢字一つでも読み方が違う、音が違うっていうことだから、まあ非常に複雑回帰なんで、ね、でさらに略字とかガチャガチャって感じで書くじゃんか。そうすると多分日本語学校で習ったね、ちゃんと綺麗な感じと違うから。いやそうですよ ね、 だからコンビニとかでね器用に日本語を喋れてる人っていうのはすごい勉強してあるってことで、いやだからああいうところで外国の方が店員さんやってるとこだと、ちゃんと袋いりますかって言い方、いりませんってちゃんと言う、うん、Yes, No ってはっきり言うという、 No, Thank you って言われるね、うん、ちょっと言うようにね配慮してるつもりですけどね。はい、さあ発音シリーズね4回にわたってねやってまいりました。まあまあ、まあ、日本語の歴史という感じですな、うん、前は漢字の歴史やりましたけどね、うん、はい、ちょっと僕は勉強しててね楽しかったですね。はい、ありがとうございました。ではねお便り紹介してまいります。手紙、はい、はい、長崎のよりよりさんからいただきました。よりより、はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。私は植物に関連することに興味がありますが、日本の歴史の中では明治維新と植物の関係をいろいろ知りたいと思っています、うん、それまでは各藩がお殿様のために栽培していた植物や品種改良などの園芸技術が失われたり、外国産の植物と共に雑草という概念も西洋から伝わって植物の世界も大きく変化しました。北米産のヒメムカシヨモギは外国船の荷物に種が混入し、当時開業したばかりの鉄道の線路沿いに増えていったので、当時の人たちは線路脇に生える植物ということで鉄道草と呼んだそうです。うん、草丈が、高くタンポポのようにあの綿毛のある種子なので走る列車の風を利用してどんどん広がっていく様子が目に浮かびますね。うん、その他、御一新草や明治草など、時代を表す名前でも呼ばれていたそうですが、現在では雑草と一括りにされて邪魔者扱いされています。これってあれ？なんか背の高いタンポポみたいなやつ？どれなんだろうね。なんかこの1メートルぐらいあって、タンポポみたいな綿毛のついてる背の高いさ、背高泡立ちそうちゃうんですよ。あれはブタクサじゃない、ブタクサって背高泡立ちそうじゃないの、キリンソウとかいうやつとか。ああそうそうそう、でないな、今咲いてるよ。でタンポなんかポンポンポンってタンポポの綿毛みたいなのがついて、これもなんか雑草だね。これかはいはいはい、ヒメムカシヨモギ、これヨモギなんだ。ちょっと僕がイメージしてたタンポポみたいな、ヨモギの感じとちゃうな。うん、これかこれは鉄道とともに広がった。これね、もうあっちこっちに咲いてるけど、これも外来種なんですね。みたいですね。これね、はいはいはい。ケリーさん、今年はホームセンターでなんか、これの、うん、暑さに強いっていうなんかお花を売ってたんで、箱には、うん、なんかね、すっごい成長してプランターから溢れてる今花が。何花？花の名前忘れちゃったけど2種類買った。野菜じゃないの？今年は花にしたの。もう嫌だ、アブラムシとかでなんか騒ぐの嫌だからお花にしたんだけど、
最初買ってきた時これぐらいだったんだけど、今これぐらいになって溢れてて、秋までこれお前たちは育ち続けるのかと思うと怖えなこいつらっていうぐらい育ってます。ですぐねひなびるのしなびるので、水あげると元気になるんだけどね。あ、やっぱりね、うん、1日あんだけカンカン照りだとね、うん、ふにゃってなるよね。もうちょっとね咲きすぎて飽きてきたちょっとやや育児放棄気味だけど、ちゃんとお水はやってますけどね。はい、続いて山形ありともさんからいただきました。山形ありとも、いつも楽しく聞いています。年末にメールを読んでもらいありがとうございました。びっくりしたと同時に大変嬉しかったです。前に話したと思いますが、僕は吉田松陰ゆかりの土地萩市に住んでいます。もともと小学生から歴史のことには興味がありました。学校の図書室で歴史の漫画をよく読んでいた覚えがあり、高校生になって民族学を知って、よくそれをそよく、関連の本を図書館から借りて読んでいました。大学には行ってないのですが、今になって思えば民族学や歴史が学べる大学に入ればよかったと少し後悔しております、うん、僕は歴史漫画を読んでから歴史のことを知ったのですが、ケリーさんや水月さん、海坊主さんたちの歴史と触れ合うきっかけは何なんだろうなーって知りたくなりました。教えてくれたら幸いです。あと余談ですが、最近知って驚いたことは、妖怪のカッパの由来は昔間引きした子供の水死体かららしいです。水で死体が緑色に変色して、頭部が川の流れに削られて皿のように見えたことかららしいです。YouTube のショート動画からの情報なので何とも言えないですが、個人的にはなんとなく納得できた話題です。歴史から少し外れそうですが、妖怪とかも取り上げてくれれば嬉しいですといただきました。水月さんは歴史と触れ合ったきっかけは何ですか？私はね、行動も小学校より前かな、うん、母親が学研の歴史漫画聖徳太子っていうのを買ってくれて、それを読んで、歴史って意識しないじゃん、やっぱしょそうです、ね、昔にそんなものがあったっていうのを初めて知って、すごいなと思って、それでなんかそのシリーズをいっぱい買ってもらって、だんだん入っていって、で同じ頃にテレビで漫画日本の歴史っていうのをやってたんですよ。やってた。でもあれにサーカスが歌ってですね、日曜な物悲しい歌ね、日曜の朝にやってて、もうそれでドハマりして、都会の風はなんだっけ、なんとか出て気まぐれでですね、あれでドハマりしましたね。あのオープニングはね、いろんな歴史の人物が上から横からバー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 出てくる。テレテーってあれね、ハイジの声の人がお姉さんやってたよね。そうやったっけ、あのコロスケの声の、アカネチンの声の人。アカネチンの声。あられちゃうね。ですから、ああそうなんですねと思います。よくあれね、漫画日本の歴史のアニメ、よくこんなんアニメにしたなってちょっと中学生の時思ったけど、 あれ多分日本、あ、じゃあ小学館の漫画がベースなんですね、絵とかキャラクターも、あれね、今見るとちょっとどうなんだろうね、見れるのかな、まあさって流すのには、いや、まあまあ、時代のね、こう流れとか、まあそうね、今、まあ、ちょっと今の研究動向からすると若干ちょっと稚拙な部分ってまああるけど、まあまあいいんじゃないですか。なるほど、水月様はお母様がきっかけなんですね。まあ、多分お母さんがあの時に違う本をくれれば私の人生は変わってたんでしょう。そうか、教育ママでよかったね。だなんかもっと理系のとかやったら、あったじゃんね、科学系のそういう漫画もあるじゃん。あるある図書館でよく読んでたけどな。そういうのもらってれば、俺は今頃医者とかになってて、こんなくだらないラジオとかしない。まあでも医者になってもマッドサイエンストでちょっと危険かもしれないですね。僕なんだろうね、歴史ね、最初っていうのはどこなの、現象最初。多分ね、あのケリーさんね、ど田舎出身なんですけど、あのリアス式海岸の
町なんですよ。で、今でこそね、この入江の真ん中の平地の多いとこが中心街なんだけど、昔ってね、山裾に集落があったんだって。もう今全部廃村になっててないんだけど、で、この湾の北側と南側にそれぞれ人が住んでて、本当に縄文時代からいて、矢尻とか出てくんだけど、で、この頃に、どこまで咲くかわかんないんだけど、海の向こうに光が見えるわけよね、集落があるから。で、あっちからも見える。こっちからも見たらあっちが見えるじゃん。で、あっちに誰か住んでんじゃねっていうことで、お互い人間を派遣して、行く途中でばったり会いましたっていう、そんな昔話があるんですよ、地元に。これは昔、同人誌にレポート書いたんですけど、今考えたら、これ何十キロも離れてるわけじゃないんだよ、まあ、数キロしか離れてないのにさ、まあ、入江ったってね、あの辺の入江ですから、だからなんかそれおかしいなとも思うんですけど、そういうところで、あ、人の昔から人がいてっていう、そういうところが最初かな。で、やっぱ修学旅行だね、小学校の時の。あ、そうだ、ね、奈良の大仏とか、奈良の大仏が一番インパクトあったね。よくわかんなかったけど、はいはいはい、よくわかんなかったけど、あの大仏さんの迫力、まああれは圧倒されるよね、なんでこんなものができたのかなと思うよ、ね、春日山見てもそんなに思わなかったし、あと京都も行ったんだよ、京都も行ったけど清水寺見てもふーんだった、建物見てもふーんだったけど、あの大仏さんはやっぱり分かんないけどインパクトあるよね。まあまあまあ、そんな圧倒されるよね。まあ、そこはその辺かなって思いましたね、今。うん、で、あとやっぱ大河ドラマだね。大河、でもそれはもうちょっと後なんて、小学校以降でしょ、やっぱり見るようなの。そうだけど、やっぱあれ見て、本当なんだろうかって、このドラマでこう表現しているのがとか、で、やっぱ、登場人物も限られてくるじゃないですか、なのでやっぱ言葉足らず表現足らずなとこがあると思うんで、なんかそういうのを調べてみる、ま、漫画とかもそうなんだよね、あの日本の歴史とかじゃなくて時代劇とかそういう漫画見ると本当なんだろうかって本を、そういう関連の本を読むとか、あとなんだろうね、古事記とかの解説をちゃんと読みたかったっていうか、古事記とか日本書紀の解説付きで読みたかったのが、その辺が学生の時にいろいろ読みふけてたですね。海坊主は知らない。海坊主はどうなんでしょうね。海坊主くんはどうなんですか。まあゆとり世代なんでね、歴史にどうなん、どの程度の思い入れがあるのかっていうのは、なんかまともにお話したことないから、やっぱりそれは触れられると、あの番組の根幹に あの大きな影響がありますので、これ以上は聞かないでください。了解です。はい、またね、オフ会とかでね、海坊主が来たら聞いてあげてください。はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組のお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。